提供でお送りします。さあ、今週も始まったレース TV、 これから始まる興奮のひとときをお楽しみに。 Welcome to レース TV。 さあ、登録しましょう。イエーイ、ミーのレース TV で思いっきりグルービーにしてください。おとなしいドライブはノーサンキュー。たくさん暴れてテレビをウォッチしている人たちを楽しませてください。それが一番大事ね。リオに期待してます。レースでトゥギャザーです。お待たせしました。いよいよレース開始。最強は誰か、最速は誰か、運命の女神は誰に微笑むのか。Yes! 3, 2, 1, 運命の誕生日。ここラムリングボルネードからスタートとなります。厳しい連戦が予想されます。 Go! この行動、並々ならぬ気配が漂っています。弊社の皆さん、注意ですよ。このコースは SPB 唯一の右回りです。慣れない操作に手こずるドライバーも多いと聞いております。いつかのドライバーたちの挑戦を跳ねのけ続けるここランブリングボルケーノ、今月もまさに熱戦が繰り広げられております。なんと第1コーナーのトンネル内に落石発生です。さらに激しくなってまいりました。ここまでは順調な滑り出し、今後の展開に期待したい。最終コーナーのこのきついバンクを抜けると、このコース最後の難所、放牧ゾーンが待ち構えます。一周目が今終わろうとしています。クラッシュ、もっとクラッシュ。現在エクリプススパイダーが大きくリード。難所ではドライバーたちに襲いかかる。ぶつかるとタイムロスは避けられません。遠くに見える角火山からぼうぼうと噴煙が上がっております。レースの中盤、最後の1回目、気を取り直して前線復帰です。コントロール風がちっとも涼しくありません。むしろデルトクルーベグレートのジャンプ。この人は一見ただのストレートに見えますが、試験員が仕込んであります。注意。美しい滝の流れのようにレースもスムーズに進行しております。さあ、レースの終盤、決着の時が迫る。ドラマチック。このラップは釜のコンセプトが制しました。さあ、ファイナルラップ突入。残りはあと1周です。無数の火の粉が舞い飛ぶ中、何事もないかのようにレースが行われています。さあ、トップをキープできるか。ライバルは後ろに迫っているぞ。ボーナスの時間がやってまいりました。連打は勝利への近道。なんとこれは、これこそがレース TV です。実況秒で見つけます。失礼、取り乱してしまいました。このバンクが勝負どころだ。このままペースを上げて逃げ切れるか。ゴール、難なくステージ2をクリア。次のステージに進出です。最高。感じ取れるか、この熱気。聞こえるか、この歓声。スーパードライバーたちの戦いが今幕を開け